KTM890 アドベンチャーに乗ってきました。今回は KTM でもアドベンチャーの方ですね、890のアドベンチャー、こちらに試乗をしてきました。なので、まあ、ツーリングに行ったわけではないです。まあ、街中の試乗だけだったんですけれども、まあ、ちょっとね多めに、走らさせていただいております。まあ、アドベンチャーバイクね、まあ、このミドルクラスのアドベンチャーで、まあ、まだ乗ってなかったのがこの KTM だったんですよ。まあ、KTM はねあのデュークシリーズはまあいろいろと乗ってはいるんですけども、アドベンチャータイプはまだ乗ったことがなかったので、まあもともとね KTM はもうオフロード車はねレースも含めて素晴らしい技術を持っているので、まあ、当然アドベンチャーバイクもねいいんだろうと思っていながら、まあちょっとねどうしてもあのスポーツネイキッドの方ばかり乗ってきたわけなんですけど、まあ、今回ねやはりその期待を裏切ることのない890アドベンチャーの試乗になりました。いやもうね安定感がものすごい良かったです。あの KTM は結構あの軽い車体が多いんですよね。まあ、軽いから面白い、まあ、バイクなんですけどね KTM って。で軽いってことはやっぱりその分ね安定感というか重量感っていう部分での安定性っていうのがやっぱり軽くすることによって損なわれることがまあ多い傾向はあるんですけども、これはねめちゃめちゃもう乗った瞬間からすごく安定感があってびっくりしました。まあ試乗なんでそんなに速度はまあ出してはいないんですけれど、でもそこそこあの直線の長い道路でねあのアクセルも開けましたけど、まあ直進安定性も素晴らしいのにびっくりまずしました。でその後コーナリングも倒し込んでいった時にまあね安定感がすごいのびっくり、なんだろうこれと思って、でまあちょっとねスタッフの方にお聞きしたところ、このタンクの形状にどうやら秘密があるようで、これ通常見えてるところのタンクからまあもちろん給油はするんですけど、ガソリンが溜まっていくところはこの下の方にこうずっとつながってるこの、まあ、袖っていうかね下の方に溜まっていくらしいんですよ。ってことはガソリンの重量がこの下の方にかなりバランスとしてくるので、あだからこの安定感があるのかなと思いました。すごい安定感がいいんですよ。もうめちゃめちゃいい。だからまあそれでいて車体は軽いんですね。だから結構ひらひらとはいくんですけど、それが結局下の安定感のあるまあ重量感のと安定感のある上で、その上をこうひらひらいく感じで、すごくね何ていうの軸がしっかりしてるっていうのかな、そういうひらひら感がありました。すごいですよねこのタンクの形状ね。まあだからちょっとしたその BMW のボクサーエンジン的な安定感、まああそこまでの安定感はないんですけど、でもアドベンチャーの中ではかなり安定感ありますねこれね。それでね乗りやすい、すごく乗りやすいです。あのアクセル開けた時にギュンと出るわけでもないので、まあコントロールがねすごくしやすいです。並列2気筒なんですけど、なんだろう V 型の2気筒に近いようなフィーリングで最初マイルドに、まあ、トルクが出ていくんですけど、ただアクセルをガバッと開けた時にはギュンっていくんですよ。そこがね KTM らしい感じがした。もうしっかり開けたらグッとこう出るのが本当ね、ちょっとジャジャ馬っぽい要素ももちろんあるんですけど、ただもちろんね890デュークとか790デュークのあの感じのジャジャ馬さはないと思います。まああそこまで行っちゃうとねちょっと逆にコントロールしづらいんだと思うんですけど、まあこれはね乗りやすいですよ、すごくびっくりした。
やっぱりね KTM なんで乗りやすいんですけど、やっぱりこう荒々しい部分があるんですよね。そこがねやっぱりアクセルをガバッと開けた時にもうすぐその軽量化した車体とやっぱりそのトルクをねもうよどみなく伝える、ダイレクトにすぐにしかもレスポンスよく伝えるっていうところがやっぱり KTM らしくって、ガバッと開けるともうグイッていく、あの感覚がすごい気持ちが良かったです。ただしやっぱりデュークシリーズみたいな本当鋭い刃物のようなそういう出方ではもちろんないんですけど、まあその辺はねやっぱり乗りやすさの中に KTM らしさっていうのは、ね、起こってて、ああやっぱり KTM だなと思いましたね。でコーナリングもこれ面白かったですよ。やっぱりコーナリングも楽しいんですよね。やっぱり安定感があるからすごくマシンのブレがなくって、でサスもこれいいですね。やっぱりねサスペンションがねしっかり食いつく感じで、しかもそのやっぱりこうオフロードレースで鍛えたねその微妙なトルクセンスっていうか繊細なトルクの伝え方の部分のコントロールが、まあ、電子制御だとは思うんですけどすごく微細でもうしっかり細かくやってくれてる感じがしました。だから、まあ、もちろんあのデュークシリーズみたいにもう切れ味鋭くスパスパスパって寝て曲がるギュイーンっていうそういう感じではないんですけれども、まあ、21インチフロント21インチなんですけど、21インチからする重たさっていうのはまああんまり感じないですね。で倒し込んでいくときに、まあ、乗車位置が高いので高い位置からグーッと寝かしていくのが結構ね気持ちいいです。スーッと最初、まあ、体が落ちていくような感じなんですけど怖くはないです。全然それはね安定感あるからあるから怖くはないんで、そこでスーッと倒していって、でアクセル開けながらトルクをかけていってしっかり両輪で、まあ、路面に噛んでる感じがするんですごく安心して寝かしていけるし、コントロールもねものすごくしやすい。だからね乗りやすいと思います。だからオフロード行ったらもっとこれが繊細にコントロールされていくんだろうなと思いました。まあオフロードは乗ってないですけど、オンロードでこの感じだからね、もう絶対オフロードにしたらもっとすごく繊細にコントロールできるんじゃないかなと思いました。でシート高も意外と高くないです。ね100自分の身長が174センチなんですけども、またがって両足の親指の付け根がつく感じぐらいかな。なので、で、多分830かな、シート高としては。ただ、ちょっとだけ、なんだろう、シートの幅があります。そんなにがっつりはないけれど、少し幅がありますね。なので、ちょっとこう、なんだろう、届きにくい人もいるかもしれないです。で、シートは低い方で乗ってたんですけど、同じシートで高さをもうちょっと高くすることもできますから、逆にね180センチとか背の高い人、足の長い人でもこのシートを今度逆に850になるのかなにできるんで、あの乗車姿勢は辛くなくなると思います。まあ背がね高くない人は逆にねちょっと足がまたツンツンかなっていう感じはするんですけども、重心がその低い部分と安定感あるから割とね乗りやすいんじゃないかなと思います。テネレなんかはかなりシート高高いんで結構ちょっとビビるぐらいの感じなんですよ。でもそれに比べたら全然乗りやすいし、まあそうだな、デザート X と同じぐらいの足つきだったような気がします。そんな感じなので、でデザート X との違いっていうのはジャジャ馬感かな。向こうの方がスポーツモードにした時にかなりジャジャ馬感があるのと、やっぱりそのレスポンスの感覚がちょっと違う。 KTM のこっちの890アドベンチャーの方がよりダイレクトなレスポンス、早いレスポンスがありますね。で、あのデザート X はちょっとじわっと入ってからグッとくるから、その一瞬のワンテンポのその間合いの感じが若干向こうの方が、まあ、逆に言うと乗りやすいんだけどね、その方はね乗りやすいんですけど、まあ手なずけてしまったらこっちの890のアドベンチャーの方が面白いと思います。でこれは多分ね高速道路今回乗ってないですけど、高速道路これ多分楽だと思います。
すごくね、その安定感があるのと挙動があんまり少ないかな。すごく多分ね、楽だろうなと思った。デザート X は結構面白く乗れる感じなんだけど、まあ、こっちの KTM の890アドベンチャーはもうちょっとゆったり安心して、まあ安心してって、まあ別にデザート X も安心して乗れるんだけど、その辺がねすごく楽な気がしましたね。すごくね乗りやすい。でオプションでオートクルーズもつけられるみたいなので、その辺も活用すると、まあ長距離高速を長く使う方はこれ890アドベンチャーは非常に疲れが少ないと思います。この安定感がとにかく素晴らしいです。このミドルアドベンチャーすごくね安定しています。で足つきはともかくとして、まあこれね 889cc かな、890ですけども、そんな感じしないですよ。普通にコンビニにも乗っていけそうな雰囲気はあります。まあ足つきを除けばね。それぐらい軽く扱える、すごく気軽に扱えます。でやっぱりその低速の、まあ、トルク感覚もマイルドなので乗りやすいと思います。これ普段乗りに普通に多分使えるなと思いました。まあ一番ね、いいのはそのオフロードだったり高速道路の巡航だとは思うんですけども、やっぱりリッター以上のバイクで、まあ、コンビニに行くって言うとちょっと億劫な感じがしますけど、この890アドベンチャーだったら普通にちょこっとした買い物も全然気軽に行ける感じの軽さと、そのトリックの出方をしてるなとは思いましたね。テネレの700は700で、あれはこうサスがふわふわっとしてて、すごく面白い、操り感があって面白いなって感じもするし、デザート X はデザート X ですごく乗りやすいマイルな部分と、まあドゥカティならではのね噛みつく感じがあって、それはそれで面白いんですけど、この KTM の890アドベンチャーは一番本当に落ち着いて乗れるなと思います。ただ落ち着いて乗れるんだけど、やっぱり KTM だからジャジャ馬感はもちろんあるんですよ。それはアクセルをガバッと開けた時にもう出てくるし、でジャジャ馬になった時もしっかり安定して、もう挙動が少なくガチッと乗れるのがやっぱり KTM かなって気はします。やっぱりドゥカティはもちろん安定はしてるんだけど、やっぱりこう暴れ馬に乗ってる、それを操るような楽しさが、まあ、あるんですよ。で KTM も本来はそうなんだけど、これはねかなり繊細に、なんだろう、トラクションをコントロールしてる感じがあって、非常に高度な精度で安定して暴れてる、まあ暴れないんだよ結局は。だからすごくジャジャ馬的に乗れるんだけど、暴れ感が全然少ないし、あったとしてもすごく安心感のある暴れ方、なんか変な言い方だけどそういう感じがしました。だから、本当に暴れてるのを制御したいっていうんであれば、まあデザート X の方がいいとは思うんだけど、なんだろうな、総合的なマシンの精度の高さっていうのはこれ890アドベンチャーが一番高いんじゃないかな。多分そうだと思いますよ。でコーナリングを楽しみたいって言った場合は、まあ、デザート X の方がいいし、あとテネレも違う意味で低い速度でコーナリングが面白いんですよ。あれはサスが柔らかいからね。で操り感がすごくあるから、だからそっちを求めるんだったら890アドベンチャーじゃない方がいいかもしれない。だこれは本当にロングツーリング行ったりオフを本当にしっかりと楽しむ、安定して楽しむっていう方は これが一番いいと思いました。まあ他にもね SV650 とかあるんだけど、まあ、SV650 は総合的にはいいけど精度の高さで言うと今言った3台には負けてしまうので、まあ基本設計もね古いからね、あれはね。だからそういうところはあるんだけど、まあこれはやっぱり KTM らしいアドベンチャーだな、で逆に他のメーカーにはできないことをやってるなっていう感じはしました。まあ軽いのにね安定性があって、でハンドル周りも割とフリーなんですよね。あ、ステアリングダンパーもこれついてんだな。だそれも直進安定性がいいのにも寄与してるかもしれないんですけど、もうこれね乗ってみてください。多分分かる人には分かると思いますよ、この違い。なかなかね説明がバチッとはまらなくて申し訳ないんですけど、 KTM っぽいなっていうのはここだろうなっていうのは分かると思います。
ぜひぜひ乗ってみてください。いいバイクです。